今日は黄金の卵を作りたいと思います。いるものは卵とテープとお母さんに内緒で借りたソッキング。ゆいこのみんな真似しないでね。早速作っていきたいと思います。あ、間違えた。まず滑り止めで卵にテープをぐるぐる巻きにします。テープをぐるぐる巻きにしました。こんな感じです。じゃあストッキングに入れていきます。ここの真ん中の部分を卵を入れる前に結んでおきます。結んだら卵を入れていきます。でこっち側も結びます。こっち側はこっち側に下が卵をが入るので、こちらはきっちりと結んでください。ストッキングで結ぶのが嫌な人は針金などで結んでも大丈夫です。ちょっとここの結びが足りなかったのでここに輪ゴムをつけました。卵を回すときは10回以上きちんと震えるまで回してください。震えるっていうよりもぐじゅって言ったり、なんか壊れる音よりもっと多くしてください。あとこういうお皿、ハサミなどはどけといてください。では回していきます。じゃあ回します。どうしても一人ではやるのが難しかったら大人の人に手伝ってもらってください。そして卵がぐじゅぐじゅいってきたのでここを切ってテープを外していきたいと思います。あと切ったことは内緒ですよ。何が面白い。今の声は弟です。今日出てないの。じゃあ今日は卵を温めるのは前回使ったヌードルメーカーを使いたいと思います。でもどうなるのかはわからないので皆さんはしないでください。多分じゃあ入れていきたいと思います。蓋は閉めます。茹で上がるまで待ちます。
こう茹で上がりました。今のところこんな感じです。では割っていきたいと思います。割れていますって知っとったか。多分大失敗、すごいことになってしまいました。卵がなんかプツプツしとる。なんじゃこりゃ。多分混ぜて、でも混ぜらなかったらからこんなことになったと思う。なんかプツプツしとる。ドキッて。今回はちょっと見た目も味も微妙、あんま味は変わらんか。味もまあ、見た目がすごく悪くなってしまいました。多分ラーメン機器では多分なんか力が強すぎてこうなったんだと思います。あと微妙に混ざってなかったのでこうなってしまいました。また機会があったら作ってみたいと思います。なので応援よろしくお願いします。じゃあまた見てね。バイバーイ。